はい。私は
この映画は1時間1分1秒で終わる。この時計で言うと今午後7時22分30秒31秒ということは、この映画が終了するのはジャスト8時23分31、32秒である。こうやって話しているうちにも、1秒1秒刻々と過ぎつつある時、私はもうじき22歳になるということは、8036日生きてきたということで、19万2864時間生きてきたということだ。19万2864時間のうちのたった1時間で、私は私の何が喋れるというのか、あるいはたった19万2864時間しか生きていないのに、1時間もの間ぼさっとしてていいものなのか。人の人生なんて腕時計で数えることができるはずだ。ほんの何十万時間後には私はこの世ではすでに死んでいるかもしれないのだ。長い針と短い針が、私がランチに出かけているわずかの時間の間に何周も何周も回ってしまっている。私は時間で焦ってみる。私は時間に縛られたりする。私は時間で退屈したりする。しかし時間はどの時間も正確に回転しているのだ。1時間は60分、60分は3600秒。この映画館は3600秒後に明るくなって休憩時間に入っているはずだ。ロビーでのタバコの一服は時間を忘れている。だから君は時間に縛られ、怒り退屈し焦るのだ。私はもうじき22歳になる。この3週間を私は正確に記憶したい。できる限り私は私の時間を1時間イコール60分の正確さで記憶していきたい。私が生きるために、私が死ぬために。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 秒経過。32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60秒経過。私は1分年を取った。私は今死ぬために生きる果実であることがわかる。10秒経過。さようならこんにちは、さようならこんにちは、さようならこんにちは、さようなら。20秒経過。おはようおやすみ、おはようおやすみ、おはようおやすみ、おはよう。30秒経過。さようならこんにちは、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 さようなら。私は今
生きるために死んでいく果実であることが感じられる。1分経過。私は今2分年を取った。これは私の父の骨である。父は1年前胃がんで死んだ。私は母や妹や親類に隠れて密かに火葬場から骨を盗んできた。これが私の父の骨である。これは父が生前使っていた腕時計。これは父が生前吸っていたタバコ。これは父が生前使っていたライター。これは父が生前私に送ってくれた万年筆。これは父が生前私に書いてくれた手紙。これは父が生前ハワイで買ってくれたお土産。これは父が生前産んだ娘、鈴木恵子。1973年12月8日生まれ。いて座 AB 型。牛年生まれ。右膝、首、胸にほくろ。お風呂に入りすぎると肌が痒くなることがある。足にアトピー性皮膚炎、現在治療中。身長155センチ、体重40キロ。サイズ上から78、56、80。聖母幼稚園卒。1986年朝日小学校卒。1992年城北高校卒。職業ウェイトレス。こんなことで何がわかるか。わかりっこない。知らない。わからない。ここは中野区大和町 1-61-4 白煙荘2階。冬、窓の外は静かだ。夜、誰かがこの時間に眠っている。起きていて泣いている。笑っている。セックスしている。私はこの部屋にいる。時間は11時22分54秒。この部屋には私と私の父の遺骨以外何もない。壁は赤、家具は黄色。
ただいま留守にしております。ピーという発信音の後に
なたのお声を残しておいてください。それではどうぞ。そのためにはやっぱり、この場の中で。不思議な麻婆、不思議な一日。
あと1週間で誕生日だ。
こんばんは、鈴木恵子です。12月3日月曜日のニュースをお伝えします。今日の夕食に出かけた時、駅前のこぼ定食というところに入りました。そこではトマトチーズ丼とかいうのをやっていまして、500円だったんですけれども、とても美味しかったです。今日夕食は外食してしまったので、使ったお金は全部で1540円使いました。これは平均いつも1000円ぐらいなので、ちょっとオーバーしてしまいました。明日はちゃんと家で食べようと思います。あまり話すことがないので、今日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。こんばんは、鈴木恵子です。12月4日火曜日、今日の天気は曇りでした。今日は友達からプレゼントが届いていました。魚の形をしたランプで、ろうそくの火のような明かりが出ます。気に入ってます。今日かけた電話番号は6088-23533466-7288。印象に残った出来事は、夜道を歩いていた時に猫がたくさん歩いていました。子猫いっぱいいて、その中にお母さん猫がどしんと座っていました。今日の私の留守電話。恵子ですけど、いません。これです。ありがとうございました。こんばんは、鈴木恵子です。12月5日水曜日、天気晴れ。今日はとてもいい青空でした。天気がいいので買い物に出かけました。
買ったものはこのブレスレット、イヤリング、なんか変なブローチみたいなやつ、この3つです。ちょっと派手でした。今日友達の家にかけた電話番号は3380-9046、3336-2070、045-9846355、045-9613380、以上です。今日の留守電はこれです。天気がいいので今日は遠出しています。ありがとうございました。そうなんだ。6日木曜日、天気晴れ。今日行きの電車の中で見たもの、とってもちっちゃくて可愛いおばあちゃんとその孫。今日の朝ごはんはコーヒー、昼食はマスターが作ってくれたランチ、夕食はスパゲッティでした。今日かけた電話番号は3223-8070、3336-8650です。私の今日の留守電はこれです。猫にゃーいかがでしょうか。ではまた明日。
53、54、55、56、57、58、59、60、1、2、3、4、5、6、7。
私は1973年12月8日午前0時12分に生まれた。そして今12月8日午前0時を回ったところだ。
あと12分で私は22歳になる。19万2864時間生きてきて、さらにもう1秒加算されて、私は22歳を生き始めることになるのだ。22歳1秒、22歳2秒、そんな風に生きることができるはずだ。1973年12月8日、午前0時12分に生まれた。そして今、12月8日午前0時1分となったところだ。あと11分で私は22歳になる。19万2864時間生きてきた21歳の私が、ほんの1秒足し算されただけで22歳になって生き返る、よみがえる。明日はまた日曜日、次の日は月曜日、明くる日は火曜日、そして次の日は水曜日。22歳の私、鈴木恵子が、右膝、首、胸にほくろ変わらず、身長155センチ変わらず、次の日も明くる日も22歳として生きていく。現在12月8日午前0時2分。私はあと10分で22歳になる。さようなら、こんにちは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 。10秒経過。さようなら、こんにちは。さようなら、こんにちは。さようなら、こんにちは。さようなら。20秒経過。おはよう、おやすみ。おはよう、おやすみ。おはよう、おやすみ。おはよう。30秒経過。出演、鈴木恵子。撮影、ウォン・オンリン。照明、長島紀明。声音、鈴木大輔。制作、吉田俊二。監督、園子音。この映画は1時間1分1秒で終わる。あと残すところ10秒。9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。